桁違いないさの稼ぎ平野仕様、1000万円超のダイヤモンド時計でネット騒然。皆様、こんにちは。日本のエンターテインメント界には、常に新たな驚きが待ち受けています。今回は元キングプリンスのメンバーで、元ジャニーズ事務所副社長滝沢秀明氏が率いる新会社戸辺に合流した平野仕様の衝撃的な出来事をお伝えいたします。彼の名前は、 もはや国内外のファンによって知られていることでしょう。彼の新たな一歩に注目が集まり、SNS 上では話題が尽きることがありません。突然の生配信で世界を驚かせる。2023年8月14日の午後4時過ぎ、平野志陽は自身のインスタグラムで初めての単独性配信を行いました。その驚異的な視聴者数、約36万人。ジャニーズエンタテインメントからトベの遺跡は、 ファンにとって新たな展開を予感させました。そして、驚きはここで終わりません。なんと、同じく飛べに合流した元 V6 の三宅健さんが配信にコメントする形で参戦し、その存在が明らかになったのです。平野陽が感謝の言葉を述べる中、その周囲の様子も興味深いものとなりました。事務所からの配信だったため、 平野さんが撮影している部屋の外から突然声をかけられる場面もあったそうです。彼の配信は視聴者たちにとってまさに驚きと感動の連続だったことでしょう。友情と高級思考、そしてダイヤモンド輝くデモと、一方で、平野ノ仕様の友情や高級思考も話題となっています。生配信の終盤、彼のスマートフォンが鳴り、その場で友人との生電話を行った瞬間、 ファンたちの驚きは最高潮に達しました。具体的な内容は明かされていませんが、シクストーンズの森本慎太郎との関わりが推測され、SNS 上では熱い議論が交わされています。平野仕様の手元もまた、世間の注目を集めています。彼が配信中に身につけていた腕時計は、超高級ジュエリーブランドによって手掛けられたもので、多くのダイヤモンドがちりばめられた豪華なものです。その価格、 なんと1000万円を超えると言われています。この一品が、高級志向と贅沢の象徴として、多くのファンの共感を集めているのです。ファンからの声。SNS 上では、平野仕様の驚異的な高級志向に対する様々な声が集まっています。高すぎて、もう訳がわからん。さすがスターやな。桁が一つ違いくてえぐい。笑えない。あの短期間の活動でもこんなの買えちゃうぐらい稼いでたんだね。これらのコメントは、 ヒラの仕様の存在がいかに注目され、彼のスター性が周囲を魅了しているかを物語っています。順風満帆なキャリアの証明。これまでの道のりを振り返れば、ヒラの仕様は多くのジャニーズファンにとって、グループを脱退してもなおその輝きを保ち続けている存在です。彼の洗練されたファッションセンスは、キングと呼ばれた一員たちにも引けを取らないものとされ、それは今回の高級志向の象徴でもあります。 彼の新しいステージにおける成功は、ファンにとって喜びとなり、彼自身の頑張りの賜物と言えるでしょう。まとめ、平野紫耀の名前は、今やエンターテインメント業界のみならず、ライフスタイルやファッションの視点からも語られる存在となりました。その高級思考や驚異的な稼ぎ、友情の築き方は、多くの人々に刺激を与え、憧れの対象となっています。これからの平野紫耀の活躍に、ますます注目です。 以上で、今回の記事を終えさせていただきます。皆様、どうぞ楽しんでお読みいただければ幸いです。